さ、どうしよう、どうしていこう、今日は。はい。どうしていきます。どうしていこう。年末にあげる分になる。それとももう、1月に入った。もうないのよ、玉が。あ、ないのね。だからもう、今週取ったら今週あげるやつだから、これ。あ、はいはい。いや、まぁ、ちょっとこれ意図的にやったんだけど、はい。ギリギリまで待とうかなっていうのは、まあ一応やる俺らっていうか、まあ俺はっていうか俺らにするけど、うん、うんうん、の悪い癖でさ、はいはい、あれやろうこれやろうって風呂敷だけ広げて何個広がった風呂敷がそうね、このエリアに、まあ、広げたまんまのね、そうだよ、うん、っていう中の一つで、はい、まあ、毎年年末だから総集編を、総集編というかね、はいはい、ベストというか何が記憶にあります、まあ総集編かなんていうの、はいはいはい、振り返りつの、うん、そうをやりましょうっていうので、まあだからちょっとそうね言ってたもんね、そうでも年末なんで、うん、もうあと今年にあと2回だからね、はいはい、やっとかないと、これはそうそうそう、だから、まあ、だからちょっとこの、この日に今日ね撮ろうっていうことで、はい、うん、来てんのかねそもそも、ね、来てたよ、うん、お前が、お前さ、はいはいはい、その、うん、俺に一個来ましたって送ったじゃん、くれたじゃん、はい、送ったね、ありがとうございますなんだけど、うん、そっからは、うん、そっから来た、そっからはね、あ、今開いたんだけど、そっからはね、大丈夫です。お前ふざけんなよ。あ、いや、あ、一個来てますね、はいはいはい、来てんかい、うん、一個来てますね。それ、まあいいや、上がった、私の方には合計2通来てますよ。いや、あんまり何通ってそういう数言うと恥ずかしいからやめて。ああ、すいませんね。ああお前そういうとこだから分かるよ。まあでもね、俺こっちまあまあ来てんのよ。そうよ、そっちがあるから。そう。大体さ、そっちの DM に送れるやつっていうのはお前の友達だから、ほぼ。そうだね。もはや X は DM 送れないんだから、登録っていうか、ね、フォローし合ってないと、はいはいはい、フォローしてないと、うん、はいはいはい、そうそう、うん、でもなんかこっち何個か来てるから、うん、だからまあ今日はちょっと総集編向いたことをやりましょう。いいです、そうだ、ね、いいですか、はい、いいですよ、いいと思う。いや違う、絶対違う、もう本当に違った。酒を受けたらどう。違ったの、うん、ラジオを聞きの、じゃあ今喋ってるから、はいはい、何回やんのこれいつも。ラジオを聞きの皆さん、こんにちは、こんにちは、鮭オーケストラの鮭の話、はい、司会進行の鮭オーケストラとアシスタントの腰ももおです。もみもみ、鮭オーケストラの鮭の話は毎週土曜日午前1時に YouTube で配信中です。ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。番組へのお便りは、鮭オーケストラのホームページ内のラジオの投稿フォームよりお送りください。メールでのお便りは、鮭の話 @gmail.com にて受けたまわっております。また、鮭の話は番組のスポンサーになってくれる方を募集しています。企業、個人問いません。1エピソードのみのスポンサーでもお気軽にお問い合わせください。すべての詳細は動画説明欄をご覧ください。はい。はい、いやなんかあった。そんな話しなくていいかも、時間ないからな。そうだね、総集編、今日は総集編だから多分総集編、まあちょっとっていうぐらい来てるし、うん、なんかさ、うん、そんなにさ、たくさん来ましたっていうの、要は100通とかならあれだけど、はいはいはい、うん、
言ってもいっぱい来てんだけど、それで読まれないのか かわいそうだったりするから、ね、そうね、うんうん、せっかく送ったのにってなるしね、うん、っていうのもそうだけど、どうしようかな、うん、お前だから、うん、お前のさ、お前のベストというかさ、印象に残ってるやつもあるわけだろ。あ、私が印象に残ってるのはあれですよ。ちょっとまだいい、違う違う、お前だから、だから違うだから、じゃあお前さ、うん、段取りっていうかさ、さ、その今あるんだろうって聞いてんだから、はい、あ、じゃあそれは後半にとか、俺そういう話もあるわけじゃん、私のですよね、じゃん、もうお前なんでさ、全部その構成とか考え、あの構成の設計図が注文が来てないと分かんないから、いやもうにしてもまだお前さ、これ多分だけど、まあ、BG 流れてるからまだ、うん、そのさ、うん、そういうのとかももうさ、もうさ、3、4年なん、これもうデジャブのように言わせないでよ、3、4年やってんだから、そうだよお前、頼むよ、まあまあ、あの私も一応ほら聞き返してさ、あ、この回印象残ってるなっていうのはだと入れてますか。だからさ、言ってもお前は前回言ってたように、その、うん、前回のその聞いた、あの今年の感想っていうかね、今年どうだったの感想で言うと、もう落ち込みっぱなしでしたみたいなこと言って、うん、そうそう、もうあの自分で聞き返したくないああ、うん、そうだね、うん、でも頑張って聞いたってことね。そう、その中でもやっぱよりつぐりの回がありました。まあ、じゃあそれはじゃあお前のやつはせっかくだから後で聞こうね、うん、あとね、うん、お前にね、うん、はいはい、ちょっと俺今それで言うとね、結構来ててね、どうしようかな、うん、もう読もうかな、ちょっと待って、キラキラ、あ、これいいよ別に、ちょっとあの俺が確認したいんだけどな、あ、はいはい、はい、そう、あ、でもまあなんかどうなんだろうね、記憶あるかどうか、なんか俺も一応だから、うん、その一応来たじゃん、いろいろ、はい、来たよ、こっちにも、うん、まあ言ったら当たり前だけど、まあ覚えてないじゃん、はいはい、覚えてないよね、で見たけど、見て確認したけど、うん、見たけど、なんかもう恥ずかしいね俺も一緒や結局一緒じゃん、恥ずかしいんだ俺の恥ずかしいはなんか、お前は本当に実力不足だなみたいなことで恥ずかしい、はいはい、うん、うん、そうそうそう、で本当にさ、もうさ、うん、あの時代が違ったりとか違う地域なら孫がいておかしくない年齢なのに、はいはい、まだこんなこと言ってんだなそうなの恥ずかしいよ本当に、なんなのこの人この人と思ったの、嫌いだわ自分で聞いて自分で思うんだねそう、下水なこいつはって何言ってんだろうと思うよね、仕方ない、でも来年も変わんないからね多分、まあね、だってこんなのさ、うん、これだから来年ぐらいからは、あの一応ラジオ、うん、このラジオとはっていうところでなんか一応書いておこうかなと思うんだけど、おおそもそもは、西暦 2000X 年に、はい、地球が滅びて脱出を試みた地球人が、はい、ほぼ滅亡した中で、うん、宇宙空間の中で取り残された2人が、うん、はい、たまたま交信し合って、その、1人の孤独を埋めるためにお互いが交信し合うという体のラジオだから、そうだね、宇宙空間でこの2人は喋ってる、うん、だから本当にもう何もないんだから、はい、で今日何かあったもう全部妄想っていうそうね、宇宙空間だから何にもないんだから、刺激なしだな、そのなんかその腰が痛いのなんだもないんだから、うん、ないんだからねないんだから、無重力なんだから、だって無重力、うん、痛いわけないじゃん腰なんてそうだよ、うん、そうだよ、だからそれを、うん、だから耳なき声民、耳民、はいはい、がたまたま聞いてるっていう、これもだから妄想だから、あのお便りも妄想よ、ね、来てねえんだから寂しいで、うん、そうよ、だから、うん、もう来年からもまあそういう風にね、はい、そうだね、うん、でいこうっていうことなんですけども、
まあでもまあよう続いたけどな1年な。あ、だから今年はお休み なかったんじゃないか多分。え、今年は？あの毎週、あ、お休み毎週落としてる日が、落としてる週ないんじゃないかな。あ、ないのね。うん、多分そうだと。はいはい。優秀じゃない。いや、本当だよ。いや、俺、まあお互いか。毎週だよ。俺がなって言おうと思ったけど。いやいや、そんな、なんか。お互い様よ。お前が言う。まあじゃあ一応じゃあ来たの言ってみようかな。はい、そうだ、来たの呼んでいきますか。まあだから俺が読むわな。あ、わかりました。はい、 くれたやつな。どれだっけな、これ。あ、そういえばお前どうでもいいけどメンタフの件だけ、はい、お前それはっきりした、メンタフの件だけはっきりさせた方がいいんじゃないか。メンタフ、あ、メンタフね。もうとぼけてんじゃん。メンタフありましたね、メンタフね。うんうん、あの メンタフは忘れてましたけど、今思い出したんで、ちょっと私が買ってあのいただいてみようかなと思います。じゃあ。じゃあその動画を送るのね。送ります。めっちゃ喜ぶんじゃない？送ります。喜ぶんじゃない？メンタフ1日目って、5日目って、はい、毎日のこの感覚を送りますんで。いいじゃん。それ俺も見たいな、その動画。あ、あったあった、じゃあ読みます、はい。ベストエピソードの、コーナー、はい、千葉県ラジオネーム池吉、はい、は初めてかな、うん、初めてね、うん、ベストエピソード印象、ベストエピソードは7月22日分218回目、はい、電話の話。電話の話、こう、うん、ピンとくる？まあピンとこないよな、こんなんじゃな。ピンとこないね。あの題名聞いても何の話したかは。だから よっぽどなんか覚えてるやつは覚えてるだけどな、うんうん。あとこれ別にさ、この題名さ、うん、俺が勝手にその日のこのザッピングっていうか、こうオフラインとかね、パッと聞いて、はいはいはい、思いつかなかったらちょっと言ってただけのやつとかつけたりするからね。うんうんうん、あとちょっと。あの言ったってその同じそのままの言葉使うのネタバレっていうのもあれだけど、はいはい、うんうん、そうさ、一番面白いワードのポイント使いたくないじゃん。はいはい、うん、そうだね。だからそれを書いといた方が分かりやすいからいいんだけど、うんうん、ほらね、うん、それ言うのよくなくない？そのそうね、一番面白いポイント、ね、うん、まあバレちゃうからね。まあ、電話の話で、はい、オープニングでいきなり鮭オーケストラさんの、はい、親にもらった名前を披露した回、もうこの段階で何もピンときてないもんね俺。あ、そうかそうか、はいはいはい、うん、初めて知ったので衝撃でした、うん、で、まあ、ラジオの内容はお前が多分迷惑電話がいっぱい来て、うん、それどうしたの？そうね、思い出したよ、うんうんうん、と言われて俺がこれがもうちょっと面白い、それが迷惑電話の対処法で役に立つ情報が得られましたって、うん、はい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 、そうそう、俺のでっていうね、したね、うんうんうん、あの不動産の営業電話がね、私にかかってきたっていう回で、う、ね、じゃあこれをさ、うん、せっかくだからちょっと聞いてみようね。はい、うん、夏だよね。夏だね、うん、夏だ、うん、開けたよこっちも。どう？暑いよやっぱ、うん、どういう時に夏はね、うん、感じるかっていう話から今日は、進めていきたいなという、ああはいはい、わけでございますけれども、はいはいはい、うん、ラジオを聴きの皆様こんにちは。はい、こんにちは。鮭オーケストラの鮭の話、はい、司会進行の、うん、チンポコ坊やとアシスタントの谷間女です。というわけでね、はい、まあ、この2人でこの、ラジオを始めていくわけでございますけど、やっぱ夏なんつうのはこう、はいはいはい、うん、ちんぽこぼやは思うんですけども、やっぱりあの軽快だね。夏やってるね。名前だけダメなのよ、名前だけがダメなのよ。すごくいいのに、うん、入りよかったのね。ね、うん、ね、中年から老
人向けのね、うんあのうん、やっぱ穏やかな昼向けのラジオなんだけど、そうそうそう、名前だけなのよ、うん、名前だけ、そうなのよ、はい、ね、っていうことなんですけど、うんうん、はいはいはい、うん、ただチンポコ坊やのところね、うん、そうそうさ、あのさ、うん、本当にさ、うん、あのオープニングへ来てに社協オーケストラさんの親にもらった名前を披露した回って書いてたから、うん、そんななんか結構もしかしたらこうシリアスな回なのかなと思って俺聞いたらこんなこと言われたから、はい、はいはいはい、マジですぐ聞いてた携帯投げつけてやったよなんだよこれ。いや、この印象に残ってる回がチンポコポコやってねもっとなんか言ってるでしょ、うん、シャケイさんの本名チンポコ坊やにぶっ飛びましたって、別に本名じゃねえよと思ったんだけどなんかその後なんか言ってたんでしょ、多分親にもらいましたとかそんな多分言ったんでしょうねあやめてよね、うん、でさら、うん、あいいよ、あ いやあれまとめてほしいな、あの、うん、何々ですっていうのをさ、今年1年シャケさんどんなを言ってましたお 前メンタフ何個いるんだよ、うん、お前メンタフさんにまた頼もうとまたお前頼もうとしてんじゃんお前いいかし、うん、データにして送ってほしいけどね、自己紹介な、自己紹介、そうそうそう、くすぐりな、ボケとも言いたくないよそうだね、うん、あそうね、自己紹介よね、まあ、それ、うん、それプラス今電話の話って書いてたから、はいはい、その電話の話で、うん、その内容で言うと、こうお前がそう、はい、さっき言ってたように不動産屋からそう営業め電話かかってくると、でそうだね、うんうん、その中で、うん、こうした方がいいんじゃないか、3つ、うん、こう対策があるから教えてやるよって俺が言ったんだよね、はいはい、うん、でまあなんか分かんないけど、1つ目が、うん、なんかもう親族に知り合いがいるからいいですみたいな話、あ、はいはいはい、でその2つ目からちょっと聞いてみたんだよね、うん、ね、お前覚えてる2つ目3つ目なんて言ってたの、なんだったかな、めちゃめちゃバカなふりするみたいなのもなかったかな、いやかんね、だからちょっと聞いてみよう、それ、うん、で2個目は、うん、ちょっとお前だから2個目はでそれってさ、うん、結構下手したら嫌なやつはさ、嫌なってか、うん、グイグイ来るやつは、うん、そっからどういうとどこですかとか、まああんまそこまで聞いてくるやついないけど、はいはいはい、そう言ってくるパターンもあるから、じゃあそれも言わせないもので言うと、2つ目は、うん、結構すぐ引くんだけど向こう、うん、そもそもこの電話何で知ってるんですか、場合によってはちょっとこちら出るとこ出たいんですけど、ちょっと どこからですかって聞けばいいと思う、はあ、はいはいはい、はい、なんでこの番号知ってるんですかって、はいはい、うんうんうん、そしたらあこれは多分あまりそのお仕事ができる話じゃないな、話ができる、うん、パターンじゃないなってなるから、はいはい、うんうんうん、そうね、とかまあだからお前はだからその怒る口調ができないんなら、うん、ちょっとお名前と会社名を教えていただいていいですか、ちょっとなんで知ってるのかっていうのをちょっと地元の消費者センターに連絡したいと思うんでって言ったらもうすぐ引く、ああそれがいいね、うん、それがだから解決策苦情っていうよりは、まあ、どういう出元なのかっていうのを確認したい、消費者センターに確認したいんで、もう一度会社名と名前教えてもらっていいですかって、うん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 、って言って、そうだね、多分向こうは強気だから教えてくるだろうけど、うん、かけては来なくなると思う、はいはいはい、まあ確かにね、で3つ目は、うん、3つ目はなんやねんこのずっと言ってればいいじゃん多分それが一番向こう切ると思うけど、ね、ちょっとさ俺のラジオにそんなこと言わせないでくんねえからいやいや自ら進んでいってんだからっていうね、うんうん、はいはいはいっていうね、そうですあったなそれこれ聞くとさ、最近そうだ、この電話番号どこで知ったんですかっていうのは自然に言うようになってたな、そういえば。あ、お前はもう取り入れてんだな。うん、取り入れてる。3番目は取り入れてないのか。3番取り入れてないね。3番こそ超撃退法なのに、お前。3番取り入れてないね。
すごいよな、この回ね。お前さ、お前さ、こんななんか本当にさ、こんな恥ずかしいこと言いたくないけどさ、うん、このお前めちゃめちゃいいラジオじゃんこれ。そんなそのさ、1個目2個目でちゃんと役に立つし、うん、振りもあって、3つ目で変なこと言う、もうこんな面白い、ね、めちゃめちゃ、いやそれはみんながベストだって言って送ってくれたから、多分51年の50何回のうちの上の方なんだろうけど、これは面白いよね。もう恥ずかしいね。本当だよお前、多分最悪な回もあるんだろうけど。あるでしょうね。いや、いいじゃん。これ良かった。はい。ね。うん。そうよ。だから、お前、だから、一番いいのは、うん、だから、やっぱ結局のところ、お前が、なんか言、うん、掘ってきて、投げてきて、だよね。うん、そのまあ、そうね。で、俺が、そっから話が、ね、広がっていくっていう。そう。そうそうそう。うん。で、あと、じゃあ、もう一個、読みましょうかね。はい、ラジオネーム、うん、sat.jp sat.jp かと分かる、初めて聞いた、面白かった回、はい、4月15日204回目の、はいはい、4年後を見据えた話で、おで一応これ内容が、うん、内容が書いてるんだけど、はい、これもはやもうこれほら、うん、あのこの言ってる内容が書いてるのもう気になるんだったらこれ204回の聞いてほしいんだけど、もうこれに関してはこの内容を言ってしまうともうね、うん、俺大人だし、あのデリカシーある方だから、うん、これコシモモに関してはこれもうこの話はもう俺言わないでおこうと思ってるから今後ね、はいはいはい、おうおうおう、 あのワードは、ああ、その、そうだね、そうそうそう、もうそうだよ、だからもう、もうこれはいいじゃないとね、別にほら、ね、前のやつを掘って聞くのはもうしょうがないでしょ、ここで俺がわざわざまた言うと、ほら、そうだね、ほらまたリセットされるから、っていう、その内容、うん、何いやいや、どうぞ。で、その内容でなんですが、うん、その後、あ、これな、このメールな、この、はい、うんうん、そういう話をしてましたが、204回目で。はい、ですが、211回目と、はい、213回目の、はい、うん、話、これ、うん、あの211回目か、211回目のタイトルがセーブ・ザ・チルドレンの話って書いてある、はいはいはい、の話と、まあ、213回目全面戦争の話っていうのがあるんだけど、うん、おうほうほう、おうほうほう、あ、はいはいはい、うん、そこの話の、コシモムオと、第三の男うどん屋さんのお互いが譲らずに全面戦争になった修羅場の回が良かったですっていうね、はいはい、これをじゃあ聞いてみましょう。あのさ、うん、ちょっとこれもさ、うん、なんかあのご今向けではない質問なになりそうだから本当は嫌なんだけど、はい、あのそれはなんでかって言ったら本質がを知りたいからっていう質問だと思って聞いてほしい。はいはい、うん。あのどっちまあ二者択一なんだよ、究極の選択みたいな、はい、どっちにするっていうね。はいはいはい、うん、お前の意見聞かせてほしいんだけど、はい、これいろんな人に聞いてんだけど。うん、89歳と11歳の女。はい、女性、女の子ね。うん、一夜を共にするならどっちっていう質問なんだけど。89歳と11歳。うん。一夜共にしなければいけないっていう。え、共にの仕方がいろいろあるけども、もうそういうところ、いやいや、もうそれはそういうこと。そういうこと。それはもう、要は、あの、ああ、あの、あ、性、そう。はいはい、11歳。性行為。11歳。全然11歳。おか、うん。ね、うん。全然簡単よ、そんなもん。めっちゃ喋るじゃん。これ、もう、家族も聞いてるのよ、だから。ちょっと待って。ね、ダメよ。ね、うん。ね、ビンゴした時とかと同じの気持ち。ビンゴ、ビンゴ、ビンゴした時と同じ熱量じゃん。あ、11歳。
小さい。お前はさ、お前いけにしてお前さ、うん、ね、十何年後かに市議会議員になるとか言ってるやつ。これはダメよ。で、あり、三、うんうん、人の子供を持つ大人であり、うん、じゃあもう、ね、ちょっとお前、いけに、ね、いけにしてよ。でも仕方ないよね。お前ママちゃんと喋れてるな。この時だけね、多分。このなんでお前さ、よくないのよ、うん、この時だけ喋れたらむしろダメなのよ、この11歳がいいのに話の時だけ喋れたらダメなのよ。わかりやすいからもう喋れたらダメな回なんだけど、俺のフィールドだじゃないのよ、その11歳その上で、うん、そのうどん屋の話になるんだけどね、ちょっと。はいはいはい、うん、じゃあ、うん、お前理由を聞かせて、それ。あ、理由を聞かせて、あ、やっぱり、若々しさと、やっぱ体の、なんというの心配?6歳ぐらいの、なんだろうな、安心感。それは伏せるよ、名前とか。喋り終わった以上ですって言って、ね、じゃあ待つから。理由だけ、ちょっと理由だけ全部言おう。やっぱり、若々しさ、11歳と89歳を比べた時の、やっぱり体の、なんていうのか、耐久性と言いますか、心肺機能だったり。関節の痛みだったりを踏まえるとやっぱり11歳の方が安心して共にできるなと一夜を多分オンエア乗んなきゃいけないということで11歳選ばせてもらいました。以上です。お返しします。お返しします。続いてはそらジローじゃねえんだよ。爽やか。そらジローいけねえよ。あ、そう、はい、あ、なるほどな。うんうんうん、やっぱりこっちはほら、リアル89歳知ってるからね。いや、これでね、うん、俺違う人にも聞いたの。あ、はいはいはい。理由は、うん、それはね、46歳ぐらいの、はいはい。46歳、まあこれ一応具体的になっちゃうとあれだから、全然、それは伏せるけど、名前とか。うん、46歳の、うどん屋さんがいんだけど。あの人じゃん。あの人あの人しかいないのよ。働き続ける。無言で働き続けるあの人しかいないのよ。丸い、観覧車のような中にずっと居続けて走り回る。そうだね。そうだね。一回止まって一周ぐるんってなるような。すげえスピードで走ってるからね。いや、で、その人に聞いたら、うん、それが最終的にはずっとしたトラウマになるかもしれないけど、ああ、はいはいはい。で、理由まあまあお前と同じような。うんうんうん。あ、でも89歳はないわ。はいはい、うん。私はその、うどん屋さんとはちょっと違うかもしれない、ね。俺が思ったのは、お前うどん屋見捨てんなよ、お前。お前ら仲間だっただろ、お前うどん屋と。と、まず思ったの。俺は89歳。ああ、はいはいはい。私は、断固として言う。それ理由は、うどん屋ではない。これ別にほんと格好つけるとかでも何でもなく。はい。理由は、その子の未来、が、すべて壊れる可能性があるって。そうだね。そうだね。だって、お前人の、お前しかもお前娘いる。その、お前の欲、お前が気持ちいいとかでみんな言うんだと思ってさ。89歳の人なんてもしかしたら最後に、その最後って別に明日死ぬとかじゃないけど、そういうのがもうずっとなかって、だって別に89歳でもそういうビデオもあったりするわけで、できる人はできるわけで。はいはい、うんうんうん。で、体もできてなくて、11歳なんで、できてない可能性もある。うんうん。それが最終的にはずっとしたトラウマになるかもしれないけど、それは関係なく自分の気持ちで選ぶんだ。あ、でもそうなると私はそのうどん屋さんとはちょっと違うかもしれないよ。お前うどん屋見捨てんなよ、お前。お前ら仲間だっただろう、お前うどん屋と。私はうどん屋さんと同じではない。うどん屋。私は断固として言う。私はうどん屋ではない。ではない。私、そう。
生地を揉んでいるわけではない、私は。じゃない。そんなに、そんなに、じゃあ聞く。やっぱり、89歳は、本当に、危ないよ。天に、召す可能性がやっぱ11歳と比べると大きいからさ。違う違う違う、お前さ、お前さ、お前、じゃあいいよ。別にいいんだけど、お前の、一夜共にするって音で言うよ。うん。音で言うけど、お前89歳と、みたいなことをしようとしてんの違うの、ね、違うの、その共にする、そのさ、仮にす、さ、まあいいよ、若いもんが、もうはっきり言うけど、セックスするにしてもさ、別にさ、その、あいあいあいとかをやる必要なくない？お前、殺しに行かない違うじゃん、別に。さ、別に、そのさ、共にするって言ってるだけだから、こっちは。そうか、やりようはいろいろあるのか。そのさ、後ろにさ、してさ、両手をさ、後ろから持って、肩で、肩がベッドについてみたいなやつをやろうとしてるじゃん、お前。めっちゃ笑ってるけど、お前。そう。笑い事じゃないのよ。いや、ひどいよ、ひどいラジオだよ。うん、そんなやつがさ、うん。どうなの4年後に。いやだから俺はほら、今回もう自分じゃ言わないようにしてるよ、それをマナーとして、ね。そうだね、隠してくれたからね。でもまあ流れてるけどね。聞いてる人もちゃんと聞いてくれてるんだな。そうだよ。ねえ。今の聞いてても恥ずかしさもあるの？あるよ。でもさ、まあ受け答えできてるだろう。いや、でもこれは多分、これ選んでくれた回は本当に出来が良かった回じゃない？自分で聞いててやっぱひどかったもんね。まあ、うん。だし、こうやって聞くと思わない。なんか、俺はもうさ、ラジオもやってるし、うん、他でもういっぱい自分のやってる演者のやつとか聞いてるのもあれなんだけど、うんうん、大爆笑してるところで自分の大爆笑でなかなか聞こえなく、聞かなくない？ああ、はいはいはい。ああ、そうだね。珍しいな。だから、で、これプラス、その全面戦争の話っていうので、うん、次の213回で、うん、うどん屋さんが、コシも思うとは一緒に しないでくれっていう、同じことを言ってたっていうね。そうね。うん、だから、これはほら、なんかコシ、この間うどん屋さんに会ったら、ぜひ福岡に行って、うん、ディベートしたいって言ってたから。ああ、うどん屋さん怖え。でもこれもね、風呂敷広げてたもんね、やろうっていうね。そう。だから全然行く気はあるって言ってたから。うんうんうん。その時ね、俺はほら、真ん中で、はいはいはい、中立としてやりましょうっていうね、うんうん、ことで。はい。まぁ、ちょっと今もう時間があれか。これ日本しか紹介できなかったわ。じゃあ、だね、次回来週だな。あれで、うん、そうだね。だから、最後、来週が最後の今年最後だから、まあ、あれだったらちょっと長めにやってもいいわ、はい、スペシャルということでね。あーはい。うん。うん。で、その時間をちょっと組もうということで。はい。はい。ももおのベストもじゃあその時聞くわ。そうだね。はい。じゃあ、今日の一曲お願いします。あ、今日の一曲。今日の一曲は、メタファー。ね、あ、メタファーね。はい。うん、ということで。来週までご期待くださいということで、まあなんかくれたらもしかしたら間に合うかもしれませんということなんで、またください。はい、うん、そうだね。はい、ということで、写経オーケストラと、あ、コシモモでした。おい、これは本当にぶち殺す。さよなら。はい、さよなら。暗い土の中で自分を傷つけながらじっと羽を待つアリ地獄。走ることを忘れ、狩ることを忘れ、好かれることを覚えた黒い猫。例えるなら、愛する者を守れず臆病に必死でもがく痩せ細ったゴーレム。ゴーレム、水割りの好みも覚えられず、うんざりしてしまうけど、それでもやっぱり指名してしまう。ブスなホステス、不器用がゆえに人一倍穴を掘り、それでも余裕だとみんなを勇気づける優しい炭鉱夫。例えるなら、昼は粛々とブドウを育て、夜は魂を削り人に与える義勇詩人。例えるなら、神様の脇腹を殴りつけ、ハンデをくれてやると言い放つドラゴン。
水と黒い霧で覆われた竹やぶ、夜な夜な酒天童子が暴れ回るメガロポリス、ナイフで切りつけられる靴を洗いに変える、精神と時の部屋、全てが回る巨大な移動サーカス、例えるならオレンジの光が暖かいホタルの団地、菩薩が見下ろす歓楽街、憂いを上げる怪物が住み着いた小さな世界地図、例えるなら酒天童子はいなくなったけど相変わらず酸素の薄いメガロポリス。今までここまで生きてきました、例えることもできないこれまででした、これからこの先生きて与えるなら、もがいていた蜘蛛の巣から抜け出し、人工甘味料を求めて全力疾走、例えるなら自分の心臓を誰かにあげる代わりに涙を得る取引、例えるなら自分はなんて脆弱なんだろうと嘆き、恥じながら踊る盆踊り、例えるなら屈辱と弾丸と胸いっぱいの笑いを倍で積んで焼いたものを食べる食卓、例えるなら固まった僕の心を優しい光で溶かしてくれたあの夕焼け、例えるならもう一生空を見ることは不可能だと覚悟した深い深い深い落とし穴、例えるなら怒りを仲間に奴隷と戦い刻まれた十字傷、例えるならクソタレに殺されかけクソタレに助けられ、クソタレになれた夜の宴、鮭の話。